現場の西山さんと西。はい、おはようございます。5月10日ラーメン西山屋天気予報の時間です。ウルク、空見ましょうか。はい、どんな感じですか？晴れですかね。はい、今日の天気は晴れですね。最低気温9度、最高気温が23度になってますね。寒いっすね。寒いっすね。朝、はい、今9度です。なんかちょうどいい感じですよね。布団の中入ると多分ちょうどいい感じですよね。はい、なんかぐっすり寝れそうな感じの朝って感じですよね。そんな感じです。ウル君、これから寝れるんですか？寝ます。何時まで寝れるんですか？6時5分まで寝ます。今4時半ぐらいでしょ。はい、あと1時間半ぐらいですか？はい。そんな早く起きて何するんですか？朝練です。朝練ですか？部活があるんで。何時行くか部活があるんですか？6時45分からです。早いですね。はい、よく起きれますよね。もうはめられちゃうんで先輩から。あー、大変ですね。大変です。僕なんかこれからゆっくり寝れますよ。羨ましいっす。変わってください。やっぱゴールデンウィーク明け暇ですね。なんか暇っすね。やばいっすね。はい、もうちょっとなんか我慢するしかないですね。なんか、はい、辛抱、辛抱っす。やっぱ人生辛抱する時も必要なんですよ。はい、やっぱ剣道やってると分かるでしょ。このメイン行こうと思うとこう辛抱して、はい、コテって言っちゃって、コテって。そう、なるほど。ありっす。あと見ました、西山 YouTube 見ました。焼肉、はい、新作動画、はい、ぜひ皆さん見てください。そんな感じですね。そんな感じですね。ではラーメン西山屋天気予報の時間でした。アリース、アリース。寒っ。